北京五輪期間中の首都体育館首都体育館は北京市街をどく白石橋寺にある屋内競技場。1968年完成。総面積は約54,600平方メートル。1971年に中国とアメリカとのピンポン外交の舞台となったほか、1990年アジア競技大会、2001年夏季ユニバーシアードなどのスポーツ大会。 2008年北京オリンピックではバレーボールが行われた。2022年北京オリンピックでもフィギュアスケートとショートトラックスピードスケートの会場として使用予定である。ほぼ毎年 ISU グランプリシリーズの中国杯の会場にもなっている。またコンサートなどのイベントにも対応されており、日本のアーティストでは西条秀樹、サザンォールスターズ、 TK プレゼンツグループミュージアムチャゲアスカがコンサートイベントを開催している。プロボクシングの主要な世界線の会場としては2016年6月24日に WBA 世界スーパーフェザー級王者ハビエル・フォルトゥナ VS ジェソン・操作の試合が行われた。ありがとうございます。